どうも、月曜劇団の上原ひろです。月曜劇団の西川さやかです。ですね、永久ミッシングリンクあるいは魂の泊まり木の真裏で公演しているインディペンデントのサードシーズンセレクションがですね、7月14日から18日の、木曜日から日曜日まで、全10作品あるうちの、僕らは E 組の徳永健二さんと組んで、ある男という芝居をします。はい、そうです。はい、私が脚本を書いて、はい、上原ひろが演出です。今回が2回目の再演となるんですけれども、映画版みたいにバージョンアップしています。他もね、一応全部見てるんですけど、僕5年間全部ええ作品ばっかりなので、はい、まあね、もう僕らの目当てじゃなくても他の人目当てで、他の人知らない人見て、あ、こんな人たちいるんやっていうことをぜひ知ってほしいです、この企画で、はい、お祭りに、はい、参加しに来てください。あと、はい、大阪、東京も全10作品持ってって、あと地方、仙台、福岡、三重、札幌、津、あ、三重は津ですね、はい、あと沖縄と、はい、行きますので、選ぶ、その各地に、ね、劇場で選ばれた作品が上演されるんで、まあ、旅行がてら一人芝居見るっていうのもね、ついでに全国連れ回す、そう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 、すごいな。どこかにいる人に引っかかってほしいなと思ってますんで、ぜひ劇場でお待ちしております。僕らは、大阪、東京、沖縄だけですけども、そうです、3都市行きます、はい、もうね、僕らは出ないのに全部ついて回るっていうね、はい、で美味しいものを食べまくるで、まあ、楽しみにしてますんで、出会いを楽しみにしてますんで、はい、ぜひ劇場に会いに来てください。はい、お待ちしております。お待ちしております。